才コンビ、鬼越トマホーク、金ちゃん、酒井亮太が12日放送の関西テレビ、マルコポロリに出演。香港、東野幸治の次は今、伝幸治に牙を剥いた。同番組は MC を東野が務め、今がレギュラー出演している。鬼越といえば、TBS 系、水曜日のダウンタウンで、今のことをダウンタウンさんのおまけと発言。質が生まれたが、東野が当時の反響を聞くと、金ちゃんが当時は、とニュースになったんですけど、どんどん薄れていくのが分かったんですね。そこが香港さんの引きの弱さと、言うかと、再び毒ガスを噴射した。その後も、政治なんか何も興味ない、酒井などと香港攻撃は止まらず、東野は大はしゃぎしていたが、今度はその矛先が東野に。酒井は、僕、家族仲悪かったから、東野さん好きなんですけど、でも、ここ30年間東野さんが何をやってきたかと言うと、そそのかし芸一本じゃないですかと、ズバリ指摘し、本から、よう見てる、と賛辞を送られた。さらに酒井は、ダウンタウン府、アミリーは、みんな大好きですよ。一番悪い人です。東野さんと訴えると、意外としっかりしてそうで。天然で一番何が起きてるか分かってないのが、今田さんなんですよ。何も分かってないんです、よ、今田さんって。あんだけ実力あるのに、ダウンタウンさんにも媚び売って、明石家さんまさんにも媚び売って、自分見失って、となぜかその日不在の人物に飛び火。東野は、お前が見失ってんねん。と暴走を止めようとしたが、酒井は、伝説の1日で、ダウンタウンさんの漫才が終わるまで、こう、ごまをする仕草や、出て、終わってはけてきたら、おう、兄さんおもろいで、昨日考えたんでっか。いつ考えたんでっか。ってとへこへこと媚びを売る姿を再現した。これには、相方のカネちゃんも、もう無理ですとお手上げ。東野が酒井にフロントキックを浴び、セトークを強制終了させていた。